の世界に行くべきだって言ったら殴られた。いたんだって。くそ、外に出たいってだけでなんで白い目で見られるんだ。そりゃ壁の中にいるだけで100年ずっと平和だったからだ。下手に外に出ようとして奴らを壁の中に招くことがないように、王政府の方針として外の世界に興味を持つこと自体をタブーにしたんだ。自分の命を懸けるんだ、俺らの勝手だろ。絶対ダメダメ。そういやお前よくも親にバラしたな。協力した覚えはない。で、どうだった。そりゃ喜ばれはしないだろうね。確かにこの壁の中は未来永劫安全だと信じきってる人はどうかと思うよ。100年壁が壊されなかったからといって今日壊されない保証なんかどこにもないのに。壁に穴を開けられた。